はい、どうも塩民でございます。今どこ来てるかというとですね、関西空港でございます。関西空港にあるエアロプラザの方に来ておりますというのはですね、明日ですねちょっとね福岡行こうと思ってるんですが、ビーチ乗って行こうと思っております。ですがビーチの飛行機がですね朝7時発なんでございます。で、7時発のビーチに乗ろうと思うと乗れないという動画をね過去にも出しております。この辺にちょっとリンク出しておこうかなと思っておりますが、はい、そのことですね、関西空港まで行ってしまう方が、いいのかなと思ってですね、今回こちらの方のファーストキャビンさんの方に宿泊するようにしました。ということでどんな感じになってるんでしょうか、ちょっと中身も探検しながらですね、ご紹介していきたいと思います。それでは行ってきます。はい、必要なアメニティはフロント前でもらってきて、一番奥取ってますかね。これですね、3242ゲイ、はい、誰もいないんで、さっきにお部屋というかプライベートスペースの説明しておきます。ゴミ箱、ちっちゃいゴミ箱ですね、とスリッパとお布団、タオル、バスタオル、部屋着と言っていいんですかね。先ほど持ってきたアメニティ、これセキュリティボックスなんですね。でこう進んでいくと、こちらがテレビのスイッチ、緊急ボタン、ライト照明がこうですね、空調、AC 電源、はい、Wi-Fi。で、反対側を見ると、これとニュースが出る。はい、こっち側がハンガーがかかっております。まあね、一人で寝る分には全然 OK です。もしね、近所に、いびきがうるさい人がおるとちょっと難儀ですが、それ以外であればいい感じかと思います。で、寝っ転がってみたらこんな感じでいいえ、2階にも客室いっぱいあるみたいですね。はい、とりあえずお風呂に入るとしますか。トイレ、ひどいなこれ、ひどいトイレがございます。はい、コインランドリーがあって、30分100円、あ、これ追加かな、6キロまで35分300円っていう感じですね。はい、お、こんな感じでございます。はい、洗面台があって、トイレがあって、シャワー室があるって感じですね。はい、誰も入っていないのでちょっと映してみましょうかと。おお、こんな感じのお風呂でございます。
じゃあ明日朝が早いので10時ですけど寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。しおみんでございます。ただいま、5月の15日翌朝の6時8分でございます。ただいま、ホテルをね、チェックアウトしてきました。はい、ということでですね、関空に泊まってみましたという動画でございました。はい、寝る分だけだったらいいんですが、部屋がね3階でですね、トイレが2階にしかないというような状況でございまして、夜中ですねちょっと何回か階段登ったり降りたりするのがちょっと面倒くさかったかなと思っております。はい、そんなにね混んでなかったんで、部屋も2階にしてくれればよかったのになと思いながらですね、お風呂も2階だったし、まあ、そういう配慮がね、ちょっと足りないような感じかなとは思います。はい、まあね、どっちかといえば、ゆっくりホテル泊まるというよりも緊急措置的にですね、行くようなホテルかなと思っております。まあね、でもね朝ね、6時前ぐらいまで、寝れるというのはすごくありがたい感じかなと思っております。はい、ではですね、福岡に向けて出発したいと思います。この動画がねいいと思う方はですね、高評価およびチャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、福岡に行ってまいります。では違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。